い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、早いフレーズを弾くときに無駄な動きをしないようにしましょうというお話です。はい、無駄な動きというのはこの左手の話ですね。なるべく最小限の動きにした方が無駄がないということですね。例えばこういう動きですね。これウォーミングアップとしてですね、 BJ と一緒に弾きましょうという動画でアップしたんですけど、その動画はこっち側に上げておきますか。はい、ここからリンクで行っていただければと思うんですけども、この時にこういう感じでなんか左手がガサガサしてますよね。また他の、ウォーミングアップでもこういうのもやりました。これもこうやると大変ですよね。じゃあどうするかというと、こうです。はい、なるべくはい、最小限の動きで、音を捉えていくということですね。なるべく動きを少なくした方が、早く弾けますし、そのこう動かしが大きくなるとその分こう体力も使うじゃないですか。ですのでなるべく小さな動きで音をつないでいくということですね。っていう感じで、なるべく小さく動かすように心がけてください。じゃあ練習するときにどうすればいいかということなんですけども、毎日ですね BJ と一緒にやっていただくだけで上手くなるという魔法のウォーミングアップで、それをやるときにこうやってならないように最小限やる風にやってください。こっちは上級者の方になると思うんですけど、これもですね、はい、あとこっちのって動かす時に、今動画のために早く弾いてますよ。本当はもっとゆっくりこう弾いていただければいいんですよ。これの詳しくは先ほど言いました上の方のリンクから行っていただくといいと思うんですけど、ただ動画のために早く弾いたんですよ。こうやってゆっくり弾くと手が分かりづらいですからね、早くこうやった方がっていう風になるので、こういう風になるべくこの時から動きを最小限にして弾く。はいはい、こういうウォーミングアップっていうのはちょっと退屈なんですけども、実際もういきなり曲弾いた方が楽しいじゃないですか。でもこれをやるとやらないのでは随分その後の、上達具合が変わってきますので、ちょっとしんどいかなと思っても1日1分でもいいのでやってみてください。そうすると素敵な未来が開けると思いますよ。一気に全部やらなくていいんです。一日横、一日縦、一日 X が難しければ、今日は横、今日は縦、次の日横、その次縦と、一日一分でもいいからこれをちょっとやってみてください。それだけで随分右手と左手が仲良くなって、ウクレレメロディーはもちろんですけども、コード弾きの方でも有効になってくると思います。ということで BJ のウクレレ講座、今回は、動きを左手の動きを最小限にしましょうというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。最小限にした方が早く弾きやすいですからね、試してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見る。今はまばたき
僕は忘れない、いつもいつまででも」